経済的な DV の上、風俗街の夫との離婚を10年我慢してきましたが、拒否反応が出て限界まで来てしまいました。34歳、小学生2人の子持ち、私の両親ともに他界したり、頼りにできる人の場所もありません。職場は理解のある場所で楽しく一生懸命働いています。どのように離婚するのが今後、金銭面で不安なく過ごすことができるでしょうかってことなんですが、これまず慰謝料を取らないといけないと思うんで、相手方に不備があるってことを証明しないといけないですね。まあ、詳しくは弁護士の方と相談して、どんな証拠があったら、どういうところを抑えたら、離婚するときに有利になるのかってことを、多分無料相談とかで乗ってくれる人いると思うので、それで聞いたらいいんじゃないかなというふうに思いますけど、ただね、これ残念ながら風俗、DV はね、経済的 DV はどうかわかんないけど、物理的な DV だったら証明すればいいと思うんですけど、経済的な DV が果たして証明できるかが怪しいのと、あとね、風俗に通っていることは確か離婚の事案にならなかった気がするんですよね。うん。これもすみません。僕も法律のプロじゃないんで、詳しく条件付きとかであるかもと思うんですけど、相手がプロだった場合はね、確か関係なかった気がするんだよね。なので、例えば、ね、キャバクラに行ってますとか、銀座に行ってますとか、なんかそういうね、ラウンジ行ってますとか、風俗通ってますっていうのは多分離婚のその条件には入らないと思うんで、だからそれは詳しく聞いた方がいいと思いますよ。結構難しいと思います。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。